京都市未来まちづくり100人委員会は、市民によるまちづくりの推進を目的に平成20年9月に創設されました。委員会のメンバーは自ら京都のまちづくりについてテーマを設定し、多様な観点から議論、そしてその結果を広く社会に発信するとともに、課題解決に向けた実践まで行います。私たちの生活に身近なところにも100人委員会から生まれたものがたくさんあります。今回は平成25年10月に行われた100人委員会主催のイベント、未来まちづくりフェスタをご紹介します。10月19日土曜日、新風館で開催された未来まちづくりフェスタ。16のプロジェクトチームが各々の活動を紹介するブースを出展しています。ちょっと覗いてみましょう。こちらは本の交換会。本の持ち込みはもちろん、気に入った本は持ち帰ることができます。本を媒介にして公共の場所の活性化を目指して活動しています。こちらは自転車シミュレーター。エコな乗り物として推奨される一方、そのマナーが問題視されることも多い自転車。正しい乗り方を学び、人と自転車が共存できる社会を作っていこうというのがその趣旨です。そしてこちらはロケットストーブ作りの実演です。ロケットストーブはレール缶などを利用し、簡単に作れて環境にも優しい、さらに熱効率がいい優れもの。調理に利用することもでき、東日本大震災後にも活躍しました。さらにマルシェもあります。京都の家庭料理であるおばんざいを広めるべく、今日は参加者におばんざいの提供や京野菜の販売を行っています。ステージでも未来のまちづくりに関するトークセッションや鉛筆削り大会、子ども歌舞伎などプログラムが目白押しです。角川市長も応援に駆けつけ、さまざまなブースを見学しました。街の空間に本棚を設置して、そこに本を持ってきたり本を持って帰ったりすることで、そこに足を運ぶ回数が増えたりとか、いる人とおしゃべりしたりとかということで、その場所の活性化を目指すということをしています。今日すごく手応えがあって、こんな活動したんですねとか、やってるならぜひ行きたいですとか、もっといろんな本ないんですかって聞いていただけたので、それはすごい、やっぱり好きな人はいるんや、必要としてる人はいるんやなっていうのは実感しました。自分たちがやっていることを多くの市民の方に伝えようで、やっていることについて共感していただけるかどうか、また共感していただいて自分も何かやってみたいなと思っていただけるということが非常に重要ですので、今日皆さんすごく多くの方々ブースも回っていらっしゃるし、いろんなコメントも残していただいてますので、すごく手応えを感じていると思います。いいねって思った方々を巻き込んで、仲間を増やしてですね、活動を発展させていってほしいなと思います。自分たちで、ね、町づくりをしたいという方々が何かこう生き生きと暮らせる、そんな町になっていけば一番いいなと思っています。市民自らの発想により町づくりを行う京都市未来町づくり100人委員会。市民の皆様のご協力も得ながら、今後もより良い京都を目指して活動していきます。